待てば過激のズカ日和。皆さんこんにちは、めぐまりです。さて前回は星組の1789の感想をお話ししたんですけれども、今回は2幕目の感想についてお話ししていきたいと思っております。いやーもうね、2幕目はやっぱりもう冒頭ですよ。まずはこれを話さなくては始まらない。はい、あの誰のために踊らされているのかめちゃくちゃ好きなんですけれども、真ん中でね、極美さんが立ってみんなをこう先導していくわけなんですが、まあ美しいわけですよ。スタイルもいいし、でその方からこうなんて言うんでしょう、こうにじみ出る訴える力っていうんですか、もうそれを感じて、ああもうついていきますさーってなっていたわけなんですが、あのこの時男役娘役関係なくみんなでこう同じ踊りを踊っていくんですけど、すごい体勢から次の動きにこう行ったりしてて、タカラジェンヌの皆さんの体幹だったりこの筋力だったりダンス力っていうのをすごく感じられるんですね。でね、バラバラじゃないんですよ。ここがポイント。あの同じ振りしてると角度だったり手の出し方だったりいろいろこう個性が出てしまう場面ではあると思うんですね。けどきっちり揃ってて、どんだけスピードが速い振り付けでもバッて揃って、もうそれがまたその圧となって届けてくれるわけなんですが、もうめちゃくちゃ感動しました。しかも簡単な振りだったら揃えるのも簡単だと思うんですけど、まあまあ激しいんですよ。しかもまあまあ無理な体勢で踊ってるんで、いやマジでジェンヌさん尊いって思いましたね。その時に一番私が注目していたのは音ハメの天才、我らが天花エマさんでございます。もうね、マジかっこいい、かっこいい、本当に本当にかっこいいんですよ。私あの天花さんのダンスめちゃくちゃ好きなんですけど、何度も言ってるんでもうね、皆さん知ってくださってると思うんですけれども、皆さんね、もちろん別に音ずれてるとかそういうことじゃないんです、そういうことじゃないんですけど、何なんでしょう、どうやったらうまく伝わるんかな、音ハメなんですよ。あの何だろう、こうしっかりちゃんと音を感じて、音に乗せてというか音と一緒に生きて踊りを踊ってるんですよ。もうなんか踊りを踊ってるっていう感覚じゃないのかもしれない。もう異次元すぎて私の中でね。いやそれくらい、はい、しかも歌いながらですよ。ぜひ見てほしいです。はい、天花さん。まあ見てって言わなくても見てくださる方多いと思うんですけど、あの時の天花さんの音ハメは天才的だと思っておりますので、ぜひ見ていただきたい。はい。ちょっと前後するんですけど、まあ今ね天花さんのこといろいろ喋りました。で今回この天花さんが結構こう大事な場面で発する一言で、ちょ場がこうシーンってして集中したりとか、大事なセリフを大事な時にわーってこう喋る瞬間が結構あって、長ゼリフまではいかないんですよ、大事な一言でも。そういう時って噛めないじゃないですか。もう私だったら本当にもう胃が痛くなるだろうなっていうくらいシーンとした時に、まあまあ大きい声でそれをわって喋らなきゃいけないんですね。けど役を崩さずダントンとしてそれを話されてる姿を見て、またしびれて、えマジもうこの本当にもう一生ついていきますって思いながら見ておりましたので、その要所要所のポイントもぜひとも焼き付けていただけたらなと思っております。はい、まあ、そこでまたしびれたわけなんですけれども、しびれたつながりで言いますと、私の大好きなサイラ・モナムールです。これあの月組の1789でも大好きだって話して動画にもこう残っているわけなんですけれども、各ねカップルがこう出てくるんですよ。レイさんとマイソラさん
で赤月さんと宇多千鶴ちゃんで、木闇さんと水野ゆりちゃんがカップルになって、天花さんと、小桜ちゃんがカップルで、そのサイラモナムールを歌うんですが、まあ、それぞれのカップルがそれぞれの場面でイチャついてるわけですよ。でも私はもう天花さんしか見えてないから、天花さんの表情をお伝えすると、このサイラモナムールって戦いに行く前夜、その市民や革命家の人たちが戦いに行く前夜で、きっと大丈夫、愛しい人よっていう意味なんですが、まあ、戦うわけなんで命をかけるんですよ。もしかしたら次の日には会えないかもしれないとか、いろんなこう感情を持って小桜さんに接してるんですけどね、抱きしめるわけですよ、はい、愛おしいんだけど、その複雑な、もうもしかしたら二度と会えないかもしれない、この人を守れないかもしれないって、めっちゃ複雑な、ちょっとこうなんか眉間にシワを寄せたような表情で抱きしめて髪の毛触るの、もう本当に最高なの。でこう抱きしめられてる小桜さんからはそれが見えないのよ。で客席からは見えるのよ。ってなると、その顔を見てるのは私たちなんですよ。こんな顔で抱きしめられたいと思いながら、でもこの抱きしめられたら見えないじゃないですか。抱きしめられたいけど見たいけどどうしようって思って、本当もうあの表情は見てほしいです。ただ皆さんね、それぞれの推しがいらっしゃると思うので、それぞれの推しの表情はどんなこうね、表情で皆さんこう恋人を見つめているのかっていうのも知りたいので、あのコメントお寄せいただけたらなと思います。レイさんこうしてるよとか、赤月さんこうされてるわよとか、清美さんこうしてますよみたいな、それを受けての娘役さんの表情も教えてほしいです。見えないのよ、小桜ちゃん向こう向いてるから、はい、どんな顔されてんのかなって思っております。ぜひあのコメント寄せていただけたらなと。大好きなの、本当に本当にそのシーン本当に大好きで、これから見に行く方、目に焼き付けてください。私の一押しは天花さんの表情です、はい、あの眉間のシワに挟まれたいって思いながら、はい、降りました。かっこよかったな。あー、もう幸せなため息が止まらないわけなんですけれども、ちょっと勢いよく走りすぎましたね、すいませんね。残りのフィナーレについてはですね、また次回お話ししたいと思いますので、また次回もご覧ください。それでは。